サーブには自信がある。レシーブさえ入ればもっと勝てるのに。悪魔に魂を売ろう。ディアボリックスペシャル。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチとですね、今日は下田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。今日よろしくお願いします。お願いします。本日は予測スピードについて紹介します。で、やっぱり上級者の方ってめちゃくちゃ卓球上手いじゃないですか。ですね。サーブが切れてる、ドライブが速い、動きもいいみたいなところがあると思うんですけれども、表面上に現れてこない一部の上級者だけが習得してる能力っていうのがあるんですね。それが未来を予測する能力。私以前ワールドラバーマーケットさんに勤めていた時に、みんなでこう卓球上達を研究してこういった本を書かせてもらったんですけれども、ここの、ね、一部分にも書いているんですけれども、大体、初中級者の人だとボールが来てからこううわっとかにゃって取ったりするんですけれども、卓球の上手な人、上級者層っていうのは、対戦相手がこっちにいたと、こう いますよね。いた時に、はい、初中級者の人っていうのはこっからボールが来た時にうわーとかってなったりするんですけれども、上手な人っていうのはこちらが出した瞬間に相手のボールっていうのがある程度読めているんで、その読める中で予測が当たっちゃったら思いっきりいい球を打ちますし、もちろんこれは絶対じゃないんで外れる可能性もありますと。その外れた時には、また相手の嫌なところをついて、その予測に基づいてっていう感じで、この予測とあとはこう当たったか外れたかっていうのをめちゃめちゃ繰り返してるんで、技術が上手いのはもちろんなんですけれども、そういった時に常に弱点を突かれてたりとか、常にこちらが攻めれるようなラリー展開を作るんで、もう技術以上に勝ち目が上級者に対しては初中級者層はちょっとなくなってくるというわけで、今回はこの予測スピード、未来を見る能力、未来を見る能力、一般的に言われる、一般的なその他のところの界隈でも言われる言葉で言うとセオリーとか定石、その、セオリーっていうのを今回は3つ紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回は裏に対しての簡単なセオリーっていうのを3つ紹介していきたいと思います。まず1つ目、ロングサーブを出した後のセオリーについて紹介したいと思います。ロングサーブを出してからのセオリーなんですけれども、基本的には長いボールが返ってきます。なので一歩引いて長い球を待って、打ち込むであったり相手を揺さぶるといったプレーをした方がいいかなと思います。これがですね、結構サーブを出して卓球台に近いまんまにいてうわーってなる人がいるんで、これは結構先が読めてないなという形になるので、ぜひこの点は注意してください。2つ目は、短い上回転サーブを出して結構分かりやすく出していいんで、その後のいわゆる払い、こうやって払われるのを待ってその球を返球すると。これもですね、結構分かりやすく出しちゃってもいいんで、もう次払ってきていいよっていう形で少し台から距離を取ったり、上回転のボールをしっかり待ち構えて返球をしていくと、仮に相手が分かんなくてつつかれたとしてもゆっくり返ってくるので、そこは安心して焦らず待ってもらっていいのかなというふうに思います。めちゃくちゃ卓球うまいよ。確かにね。確かにね。最後3つ目は、相手のバックサイドに
しっかり下回転を切って相手のこう突っつき下回転のボールを誘って自分から、しっかりこうドライブをかけていくというようなセオリーを紹介したいと思います。もうこの下回転をこちらサーブ出してるんで基本的にはもう攻めるぞという気持ちですね。あのさっきまでの上回転というのは相手にこうどっちかというとやってきていいよでも僕は跳ね返すよっていうような心持ちだったんですけれども、基本的に下回転をしっかり自分の中で切って、まあ、相手に続かせるぞっていう気持ちでやるので、基本的にはこう相手のつっつきボールを待って自分から積極的に攻める体勢を整えておくということが非常に大事になります。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今回、その一部の上級者しか持ってないこう予測スピード、セオリー、未来を見る能力っていう形で、あの一応簡単なやつを3つ紹介させてもらったんですけれども、まあ、言い換えるとシステムっていうような形でも、まあ、捉えてもらってもいいのかなというふうには思うんですが、まあ、基本的には一部の上級者っていうのはもう出した瞬間に次の準備をしているっていうことがかなりまあ大きいので、そこら辺はその初中級者の人たちが来てからこう慌てて準備だっていうのではかなりレベルが変わってきますので、まあこの YouTube 上ではなかなか見られない、まあ表面上に現れてこないこの一部の上級者が持っているまあ予測スピード、未来を見る能力っていうところをですね、あのぜひ興味持って見ていただけたらなというふうに思います。今回はグッチーさんありがとうございました。